ナスディの大冒険 YouTube 版、無人島で2泊3日0円生活。帰ろう。ここまでよく残った。もっと大きくなって勝負しよう。夜中の3時にまた戦おう。大きくなって帰ってこい。そん時は森で一突き。行ってきます。行くよ。真冬の無人島で森突きバトル。浜口との差は4匹だが、ナス D が目指すのはなんと50匹。もうたるんでるとなんか。一旦脱ごうとすると、ああ恥ずかしい。顔部分だけが切れてしまった。情けないな。すいませんって言ってる。破れやすいので要注意。昨日のものを装着した。鍛錬すぎた水中カメラマンの中川さん。もう長い付き合いなんで16年ですよ。わりかし頑固になってきましたよ。もう最近言うこと聞いてくれないんで。あ、危ない。やめよう。かっこいいよね。それはそうでしょ。60歳の水中カメラマンをほったらかし喋ってます。マスク破れた下りを2回やりましたから。放送は多分2回になる。マスク2回破れてるから。でかっ。寒い。やっぱ寒いですか。ここからは築地で魚屋歴36年、くしくも水中カメラマン中川さんと同い年の斉藤さんに取った魚を金額査定してもらいながら、破天荒ナス D の漁をご覧ください。まずこれまで取った獲物を見ていただいた。今年あたりはマダコがちょっと高めだったんでね、キロ5000円ぐらいしますよ。そうするとやっぱり2万円ぐらいしますよ、マダコは。続いて大物のアジアコショウダイ。アジアコショウダイもキロ3000ぐらいはすると思いますよ。1キロ以上あると思うんで、だいたい4、5千円。昼間についたアイゴ、毒を持っているが、こちらは全くね、築地にはねないと思いますよ、こういう魚は。まあ値段つけるとしたら、いや値段がつけようがないな、こういうお魚は。さらに荒波の中苦労して取ったブダイは、まあほとんどブダイってね出ませんね、それだったら値段はつけようがないですね。尻尾に毒針がある、およそ40センチの赤エイは、ヒレをこう皮むいた状態で販売してますよ。だいたい、キロ2000円。これだとさばいたらいくらもないんじゃないですかね。ヒレの部分だけど2、300円がいいとこじゃないですかね、はい。ちなみに浜口が激闘の末に取ったおよそ 1.5 メートルのツバクロエイはでかい。これはでかい。2キロぐらい取れるのかな。だったら4000円ぐらいですね、1枚がね。それではハブの80倍の猛毒を持つ選ぶ海蛇、こちらの値段は。これどうやってコメントするの。海蛇なんか販売しないもんね。まあ沖縄では干物にしたりね、そういうのはありますけども、もうほとんど価値がないと思います。0円ですね。ということでここまで12匹、取った獲物の総額は3万700円。さあ破天荒のナスディ、いよいよ夜の漁へ。ここで一体何匹ゲットするのか、そして総合計査定金額はいくらになるのか。海に入り1分もかからず獲物を発見。すぐさま森を構え一突き外したが、逃げた魚をしつこく追いかけ、魚の体力が消耗し疲れてきたところを確実に仕留める。とここで別の岩場で新たな獲物も発見。息継ぎなしで直行。岩の狭い隙間を狙い撃ち、魚はしっかり捕らえていた。これで浜口との差は2匹。築地の斉藤さんの査定は、まあ、我々としてはなかなかこういう魚は扱ってませんね。地の魚なんで1000円がいいとこじゃないですかね。1000円が釣るお魚っていうイメージだよね。どっちかというとグレーだからね。だけど実際買うとなると高いですよ。1500円ぐらい。
開始2分足らずで2匹をゲットしたナス D。 ナス D の漁はまだ始まったばかり。お次は海底で何かを発見。ぐいっと手を突っ込み、もがく獲物を強引に引きずり出した。こいつはワモンダコ。ナスの背中に絡みつき、そしてあるものを外しにかかった。それはシュノーケルがなくなった。シュノーケルなくなっちゃいました。シュノーケルがなくなっちゃった。取られた。シュノーケルなくなっちゃいました。ついてます、ついてます。下に下に突っ込み、首に落ちてるけど。びっくりした。タコ1匹でシュノーケルなくしたと思った。マイナスやなと思っちゃった。タコ危ない。初めての人は取んない方がいいかもな、捨てて。危ない。すごい危ない。吸盤がすごい口に張り付いてきてシュノーケル奪っちゃうから、事故多いだろうな、本当。何これ。このワモンダコ、昨日取ったマダコよりも大きな種類で、まだ元気なので体に絡みついた足を外すのにも一苦労。ほら取った。よっしゃ。サメの好物がタコなんで、タコ持ってたらサメ来るから。ちょっとリスクが高すぎる。割りが合わん。部族のヒバロが愛で倒したら首取るように、勝った勲章でタコ取ったら1本だけ足を借りるってなってる。負けたんだからね、お前はね、負けたんだからねって。負けた証。足もう1本いとくから。味の感想しましょうか、はい、痛い。生きてる味した。戦った味がする。でもこうやってね、自分が食べるタコを全身で見ることないでしょ。回転寿司行ってみんながタコ美味しいねって食べてるの、ね、このタコの姿を見ないで食べているのと、こうやって手で取って殺して食べてるの、どっちが残酷かって聞きたい。それはどっちも残酷。生きるってこと。どこ食べる。くれなずむましの。あでもタコめっちゃ美味しい。噛んでると茹でたタコぐらいの味が出てきます。このタコを茹でると相当味出てきて美味しいと思う。か燻製か、うん、ありがとう。絶対美味しく食べるから、誰より美味しく食べるから。食っちゃってるこいつ。マジかよこいつ。ワモンダコ自体が聞いたことないです。ただ見る限りではマダコに近いようなタコなんで、これも結構大きいからやっぱり、5000円は楽にしますよ。タコね、だいたいつがいでいるから持ってきて探す。タコとガラシアペイさんはだいたいつがいでいるから。ペイさん見つけたら探したらバーコさんいる。疲れ知らずのナス、まだまだ潜る。お次はメジナをゲット。浜口に並んだ。このメジナは大きいですね、うん、これだったら3500円、4000円でも売れると思いますよ。そのメジナを持ちながら潜っていると、ここである生物を発見。ウミガメだ。もちろんこのウミガメは取るわけはなく、起こしてしまったので優しく別の場所へ送り出す。癒しの瞬間と、ここで青ヤガラを素手でゲット。見たこともないですね。出回らないですね、赤ヤガラ以外の魚は。ヤガラとしてはね、もう需要があれば値段がつきますけど、こういう魚は値段つきませんね。あの0円ですね。すごいな、手で捕まえるってなかなかないね。こいつも持ったまま漁を続行。さらに捜索していると、いきなり このメジナはね、小さいね。500円がいいとこじゃないですかね。中川さん、これ魚持ってたぶないですか。食べ来ないんですか、魚じゃ。いや、食ったらだけど、タコはね、匂い出てから危ないんですよ。大好物だ。まだ魚のとかしてる。まだマシだって。だけど、たまたまそばにいたらバクってきます。
一緒に手も食われる。獲物をいちいち岩場に置きに行くのが面倒なのか、ナスの左手には現在3匹の魚が。その状態で漁を続ける。すると不意に目の前に大物が登場。もちろん狙う。こいつはイシダイ。刺身や塩焼きが絶品で何度も何度も狙うが、イシダイ外しました。結構でかいのいたのに。何で外したんですか。持ってたから持ってたらでっかい次第目の前に来ちゃって引けなかった。ゴムがちょっとしか引けてなくてトーンって当たったボディにピュッと引っ張ったらスコーンっていけたのに、これ持ってたもんやからゴムがちょっとしか引けなくてボディにトーンって当たって引けてった。シュワッと置いときゃよかった。今のはねちょっと大きい方だからね、次第は結構するんでね、もったいないね。今のを取ってればね防戦はもう確実にしますよ。意地になったのか獲物を持ちながら漁へ。そしてメジナゲット。メジナは結構いいお魚ですよ。築地の市場でもたまに出回ってます。大体キロ3000から4000ぐらいの幅があるんじゃないですか。このサイズでしたら2000ぐらいしますね。ここでナスビー3匹リード。気温は0度、さらに時刻は深夜3時半。全く寝ないで夜の漁を行う破天荒のナスビーだが、ここで悲劇が。真冬の海は短期決戦。急いでいると隙間に腕が引っかかり、大切に使ってきた水中小型カメラが外れ海底に。しかしこれに全く気づかずそのまま漁を続行。自分の水中カメラがないと分かった頃には時すでに遅し、海中で物を落としてしまうと周りに似たような地形が多く、波や海流で自分自身も流されてしまうため発見するのはかなり困難。通常は専用のストラップでつないでおくのだが、動きが制限されるからとこの時はつけていなかった。まだ AD だった頃、カメラは命よりも大切と教えられ、撮影機材は誰よりも大事にしてきたというが、半泣きで必死に探すも見つからず、仕方なく予備のカメラに。ここからは漁をしながらカメラも探す。ここで獲物を発見。森を構え取ったのは蓬莱姫路。これで20匹目。目指すのは50匹だが、これにはある理由があった。これも結構肩がいいですね。1,200〜1,300円がいいじゃないですかね、はい、これこの下が触角みたいになってるので地面をこう探るんですよね。ちょっと数取っとこう。ここまで総合計査定金額は45,500円。最終的にいくらになるのか。続いての獲物はまたしても姫路。同じようなばっか取ってんだね。ちょっと肩が小さいかな、こっちの方がね。700円ぐらいがいいとこじゃないですかね、うん、さらにこの姫路を左手に持ち、息継ぎなしで取ったのはまた姫路かよ。これちっちゃいな。まあ500円がいいとこじゃないですかね、はい、ここもまだ浮上せずそのまま行く。3連続ゲット。今度の獲物は松笠。でもちょっと小さいんでね、200〜300円がいいとこじゃないですかね。これ何でしたっけ、赤いの。おいおいおじさん2匹と、おい1匹ナス D がおじさんを多く狙うのにもある理由が。まだまだ行く。気合を入れ再び潜るが、取ったのはこれは肩が小さいね。500円がいいとこです。そのまま息継ぎせず別の岩場へ。隙間にグイッと体を入れ一突き。ここで捕らえた魚は
石垣鯛。まあ結構高級なお魚なんですけど、もう1500円ぐらいするよ、このサイズで。石垣鯛の幼魚、口が白くなって大きくなると島になるんですよね。これまだちっちゃいから子供の石垣鯛。ちっちゃかった。まあ いや食べよう。とここで魚ではないこんな獲物が。素手で行くも逃げられすぐに追うが、その素早さに水中カメラマンがナスを見失った。その間にナスはしっかり獲物をゲット。取ったのはゾウリエビ。こちらの査定は、まあ築地でもね多少出回ってます。美味しいですよ。茹でとか味噌汁ですね。いっぱい売りとしたら1000円ぐらいです。これ美味しいやつ、これ好きなやつ。取ったゾウリエビを持ったまますぐに獲物を見つけ、逃げられたか。また俺小さいね。500円がいいとこじゃないですかね、売るとしたらね。まだまだ行く。今度は獲物が潜んでいそうな岩場めがけて一直線。そして森を構え躊躇せず外したが、近くにいた獲物を横目で一突き岩場に押し込んだ。これで28匹目。この魚は鷹の歯鯛、綺麗だけど背中に毒があるんで注意しないといけない。一応鯛、鷹の歯鯛。花火の片頃が危ないですよね。これは痛いだけですよね。そうですよ、はい。こういう色のお魚は関東の市場ではほとんど出回りません。100円でもいりませんね。100円でもいりません。ちなみに海の生物の朝は早い。夜8時には寝始め、深夜1時にはもう起き始めているのだ。現在午前3時50分。急がねば。魚と同じようなスピードで泳ぎ、疲れて岩場に逃げ込んだ時がチャンス。さあ行け。外したが2発目、3発目、そしてとどめの4発目。ようやくゲット。こいつはあ、これ小さい。1000円ですね。あ、これしたらね、ちっちゃい。さらに近場でもう1匹。一度傷つけた魚は絶対に逃がさない。なんとかゲット。すると森を押し込み、一旦手を離して岩の反対側に移動。ナイフを取り出し、とどめの一刺し。強引に岩場から引きずり出した。この店あたりに、まあ、2000円ぐらいで売るんじゃないですかね。生きが良かったからか、エラ、内臓、鱗を30秒でささっとさばいた。うわでかい、うわでかい。3枚の鱗。今度はここ激しい波に体が流されるが、これは魚も一緒。狙いを定めるナス D の左手にご注目。言われながらなんと獲物ゲット。波の中から大きなメジナを左手に持ち現れた。カメラマンも追い切れない。先ほどよりもうちょっと大きいんじゃないですかね。まあ4000円でも売れると思いますよ、はい。これで合計5万円を超え、目標の50匹まであと19匹。お次は1月。あ、これ結構大きいよ。2000円ぐらいでは、うん、大丈夫ですよ、はい。まだまだ行く。ここも一発で型のいいメジナをゲット。ついでに近くにいた赤松笠も。これ大きいかな。500円。メジナと赤松笠。まだまだ潜る。今度はちょっと深めのこの岩場にいた魚を。暴れるがしっかり抑えた。
ダイはね市場に出回るもんじゃないんでね、やっぱり0円に等しいですね。まあ0円にしておきましょう。へこたれないですね。手を変え品を変え見てるといろんなテクニック使ってますよ。また本職と違う潜り方なんで、あれはあれでちょっと例を見ないですわ。彼の場合はもうなんかね本能みたいですね。目の前に食べられるものがあるっていうか、それが泳いでるのを見た途端にものすごい勢いで追っかけ回しますね。もうどこの監視区も顔突っ込んでいたらそこからまた狩りが始まるっていう。一気に潜り今度はこいつを狩る。真上から仕留めた。一風変わった模様をしているが、査定は。この魚もね、まあ、図鑑では見るんでしょうけど、実際こういう魚をじゃあ魚屋さんで販売しようかなっていう感じもありませんね。初めて取った。なんか変な魚でもカワハギみたいな顔してる。美味しいかもだ。エンジェルフィッシュみたい。そうっすね。あーすごい、身がふわふわ。身がふわふわ、結構太い。ハギっぽい。多分美味しいと思う。なんだか大丈夫。はい、息って動かないと長く持つんですよ。フリーダイバーなんかでも自分がなるべく動かないで酸素を使わないようにして、そういう潜り方するんで水中で2分3分持つ人いるんですけど、あのスピードで動き回ったらそんなには持たないですよね。目標まであと14匹。ここでカサゴをゲット。金額は。カサゴはね、いいお魚なんで、まあこの大きさでもやっぱり1500円ぐらい。うん。カサゴ。唐揚げ。アップルないけど、サバでアップル作ろう。はい。おー。まだまだ行く。どうせなら美味しい魚をいただきたい。そんな思いで38匹目も。まあさっきと同じようなぐらいのカサゴですから、これだとやっぱり1500円ぐらいで売れますね。うん。すごいペース、まだまだ行く。最終日にある料理を作るためまだまだ行く。39匹目。これもやっぱり500円がいいとこですね、うん、細い隙間もずんずん潜水し、美味しそうな獲物を物色。そして40匹目。ついたのは立派なサイズのメジナ。いい型でね、ふくらしてね、いいメジナですよ。これは2000円で売れるでしょ。めっちゃ取ってる。よしメジナ。あ、どうも、天気は。深いところも距離も時間もまあすごいですよ。確かに。へこたれないしね、好奇心があるとどこまでも行っちゃうんで、結構厄介です。夜中の4時過ぎ、しかも真冬の無人島。現在40匹ゲットで目標達成まで残り10匹となった。とここであるものを発見。それは なんとなくしていた水中カメラだった。これはラッキー。そして陸へカメラを上げる際、さすがに寒かったのか、ここからは少し厚めのウェットスーツに着替え、引き続き漁へ。するといきなりこちらの岩場でセミエビを手掴み。さらに近くにいた魚も、いつもよりも厚めのウェットスーツのため動きが鈍くなったようだが、逃げた魚を追い、ひとつき。私も扱ったことないです。そんなに数も取れないですね。市場にはほとんどもう見ないお魚ですよね。図鑑では見てもね、値段のつけようがない。セミエビ左手に持って右手で舞台打ったからセミエビが逃げちゃった。エビでタイを取った。あ、そう考えよう。カンパみたいなつけて潮の流れが変わって魚がなんか血が多い気がする。なんか大物がいるかも。そんな期待を胸に岩陰を探していると、なんとウミガメと遭遇。現在の時刻は午前4時半。ウミガメもすでに起きていた。続いては逆立ちの体勢からぐっと岩場に押し付け獲物をゲット。ここまで全く寝ないで
極寒の海での漁だが、なぜかナスのテンションは高い。めっちゃ300円ぐらいですね。お次は入念に森を押し込み、捕らえたのはカサゴ。カサゴ自体は結構高級のお魚です。唐揚げ用としてね、吸い物にしても美味しいしね、カサゴはね。まあこの大きさからしたら、1500円ぐらいすると思いますよ。はい、こちらは番外編。岩場で見つけたこの綺麗な貝は、わからないね、見たことないね。どうやって食べるんでしょう、貝って。逆に聞いてみたいな。30円がいいとこでしょう。1個。ではこちらの白髪ウニは、南の方のウニはね、ほとんど出回らないんで、今青森の紫ウニ出てますけど、だいたい1個500円ぐらいです。いいとこ100円でしょうね、もし市場に出るんであれば。続いて44匹目、ついたのはメジナ。これで目標まであと6匹。この水あったらそんな大きくないね。800円。うん、いいとこでしょう。現在の合計査定金額はジャスト7万円。どこまで伸ばすのか。こいつはもうほとんど馴染みがない魚ですね。強いて値段つければ10円でしょう。息継ぎなしに次の獲物へ。査定額10円のイスズミを片手に続いて狙うのは、ヒットしたが10円のイスズミが邪魔をして手を動かすのに一苦労。岩の中から強引に取り出したのはクロメジナ。ほとんど出回ってないですね、クロメジナは。この大きさでしたらまあ1000円がいいとこでしょう。まだまだ行く。頼む。来てよかった。47匹目は浅瀬であっさりメジナをゲット。こいつはなかなかいいサイズだ。さあ目標とする50匹まで残り3匹。お次はこの日9匹目のヒメジ。これは肩大きいぞ。1500円がいいとこでしょうね。体力的にもそろそろ限界のはずだが、息継ぎなしに獲物を捜索していると、こちらの岩穴に手を突っ込み獲物を引きずり出そうとするも失敗。なので森を打ち込んだ。そしてグリグリ押し込み出てきたところを今度は素手でかき出す。狙っているのはタコ。しかしタコもすごい力で檻を外した。もう一発とタコの足が出たところで強引に引っ張る。タコの捕獲は最初が肝心。警戒して吸盤を岩につける前に頭をつかみ一気に引きずり出さなければならないが、左手に持つヒメジがかなり邪魔。もたついているうちに吸盤を岩にがっしりひっつけられてしまった。こうなるとかなり厄介。もしこのような状態になったら食塩を巣穴に入れると、タコが嫌がって出てくるというが、もちろん今はない。取り出すのはかなり厳しい。さらにタコは炭を吐き視界をかくら。そのせいで岩に何度も手がぶつかる。おまけに水中カメラも外れかけ、それを直しつつ戦った。一旦離れるとタコが岩穴の奥に隠れてしまうため、決着がつくまで息継ぎができない。そんな中、タコから出る血の匂いを嗅ぎ分け、ウツボが出現。またこの辺りはサメも出没するため、出くわしたらかなりヤバい。だが一
度傷つけた獲物は絶対に取ると決めているため、こんな状況でもバカみたいに手を離さない。もういいんじゃないか、そんな声も聞こえてきそうだが、ナスは粘る。なんとしても取る。潜水時間はなんと3分。ここまで来て気絶は避けてもらいたい。水中カメラマンはブラックアウトに備え超至近距離で撮影。タコを取り出すのが先か、それともナスの酸欠が先か。とここでナスが勝負に出る。足をグイグイ引っ張り、タコの急所である頭に手をかける。さあ頭に手がかかった。頭が見えたがタコも粘る。それでも指を引っ掛け一気に力を込める。タコゲット。これでかいな、このタコは。ちなみに先ほどのウツボだが、実は鼻で味を感じ、人間の100万倍も敏感だという。またサメは1キロ先の血の匂いも嗅ぎ分けられるといい、こちらは嗅覚が優れた生物である。大格闘の末ゲットしたワモンダコで49匹目。目標とする50匹まで残り1匹、ついにリーチ。うわ、これでかい。この大きさでしたらね、絶対6千ぐらいはすると思いますよ。はい、陸上のスタッフにもご報告。タコ、おお、すごい、ほら、でかい。ああ、かぶってました。結構重たい。そして恒例、取れたてダコの踊り食い。お味は、すごい弾力、でも味がすごい濃くて美味しいです。普通タコの取ってすぐは硬くて味がしないんですけど、ここのタコは味がすごいするんです、美味しい。ここの島のタコは生きてる味がする、やっぱり。上機嫌のナスは珍しくこんなことを。口からタコが出ます。僕ディレクターなんでよく知ってるんですけどね、タレントさんがこれ使えるんですかとか、今のこれでとかは自信ある時にやりますから。よく小峠さんがやってますけど、騙されないで、みんな騙されないで。しかもそれをスタジオで見て、うわマジっすか、ここまで使ったんすか、マジっすか、ここのスタッフ行かれてますよっていうのセットです。視聴者の皆さん、だからそういう絵を見た時は自信がある絵が使われたってことでいいっすよ。全然。だがこの感想では納得がいかない。やっぱあれですね、面白いですね。あのできると思ってたら海入って食べて味の感想って言えないっす。すごい言えない。なんか全然出てこない。何も言えねえ。目標とする獲物50匹まであと1匹。そして合計査定金額は8万円を突破と、ここでカメラマンがついてこれない中、森を撃った。何かをついたが、記念すべき50匹目は査定金額が気になる。かなり大きいこの魚、ナスビーガッツポーズ。さあ査定金額は、この魚型は大きいけど出回るような商品じゃないんで0円に等しいですね。まあ0円にしときましょう。これにてこの日の漁は終了。岩場に置いていた獲物をひとまとめにしたが、その姿は鯉のぼりみたいな。全く寝ないでおよそ47時間、この後大量の魚たちでどんな料理を作るのか。ようやく拠点へ。ありました、すごいリアルな鯉のぼり。どうやって持って帰るの。持てないね、水中だから上がるとめちゃくちゃ重たい。重たバックで帰ってる。どうしようか、取ったいけども、タコだけでも相当でかい、全部で30キロぐらいあるんじゃないかな。もっとあるか。ちょっと休み休みいいですか。その2秒後、よいしょ。上がってからのきついかも。帰ろう。
忙しい、やること多いから水中の方が楽海入ってさらにここで体力消耗してますね。手が重たいだけです。手が切れそうなんです。ワイヤーが食い込んでもうまさかこんな撮ってるとは自分でも思ってなかったですか。いや、このぐらい撮ってるなと思ってましたよ。最後の方は、最後の方は自分でちょっと怖かったし、いけない量撮ってんじゃないか。50匹取れて打って帰ったものの、現実近い数取った時にちょっと自分でも引きました。あ、着いた。あ、ただいま。よし、料理しよう。どう料理するか。もう撮ってる途中で怖くなりました。これ全部料理できるのかなっていうのと、そもそもこの絵面放送できるのかなっていう。僕もディレクターの端くれなんで、やりすぎたかな。絵にしてみると結構すごい。あーって全員言ってる。塩は？あー、まだやな。ちょっと開けといて減らす。塩を使いたいんですね、今日の料理は。それとあのアジア胡椒豚のだしもあるんで、はい、あれも使って料理しようかなと思います。とりあえず見えた。この日は折りたたみバッグで作ったお風呂で温まる。こうして毎回簡単に持ち運べる簡易なサバイバル風呂を考えているのだが、今回のお風呂は全然ダメだ。これは失敗だ。幸せはって言いたかったのに、どんどん減ってる。こうやって上半身行くと今度はもう足が冷えてる。Fバイトみたいなの。寒いよ。すごいっすね。ひし形になってます。ひし形に出てるとこは寒くなるから、減ってるから水が。あ、気持ちいいと思った。こっちがもうすごい寒いよ。ちなみにその頃良い子は午前4時からチネリ開始。入国後対象に全然チネリって入れへんな。入るかい。個人島で一回これやって、うん、チネリやって、まあまあ使われへんわけやん全然。これ何時間もやってな。そうそうそう、うん、それもったいないからっつって、うん、DVD にしてくれたことあったよ。ああ、あった。ナス D が身内に好評やったからっつって、うん、なんか一回視聴者プレゼントもやってるよ。やってた。あれは勘弁してほしかったな。無人島でシーカヤック乗ってた時あったよな。あったあった。最初の頃シーカヤックで行ったよ。ナス D が遠くの島さして、あそこまで浜口さん行きましょうよって、行ってくださいよって言われて、もうえげつない、もうフェリーで行くような距離の島やって、那須井が、いや行けますよとかって、おうおう、僕行ってきましょうか言うて、うん、一人で一人でジャーって、最初はもうすんげえ勢いでこいでってんけど、明らかに海流に飲まれてどんどん流されてって、助けてくださーいって聞こえてきて、偶然漁船が通りかかってナス D を捕まえてくれて、浜口さんやっぱ無理ですね、何やろうな、やめましょうっつって、当たり前やろっつって。さらにこんな無茶苦茶な話も。1万円生活で俺チーズで作ったおにぎり持って、それを山ごもりして食べよう言って、どっか景色ええとこで食べるわってこう探してんけど、もうその前に土砂降りの雨降って雷雨よ。おう、滝とかもうやばいぐらいの水量になってんのに、帰った方がええんちゃうかっつってんだけど、いや行けますっつって、うん、どんどん山奥入ってって、山のこう出っ張りの丸い 岩みたいなのがあって、浜口さんあそこに乗って、あの取ったらいい家になりますな、あそこ行ってくださいって言って、でもうそこ足滑らせたらもう滝壺なのよ。おーおー、危ない。水やったらええけど、うん、もう岩だらけやねん、うん、いやあそこあの丸さは多分無理やと、座られへん、しゃがまれへんとか、立てもしないよ。いや行けますよ、浜口さんと行けますよって、いや無理やって言って、じゃあ僕が一回ちょっと見本見せますんで言って、おーバーって行って、しゃがんだ瞬間に滑り落ちて、シャーって身体能力高いから、うん、もうほんまひょろひょろの根っこみたいな枝にバシッと捕まって、おじさんやっぱりここやめましょうって、当たり前やろはよはってこいっつって、やっぱりやめましょうシリーズいっぱいあんねやろな。やっぱやめましょうシリーズ。そしてここまで一切語られることがなかった無人島企画誕生の秘話が。もう俺、生涯と言っていいかもしれへんぐらい
ブチ切れて。ナス D に。ナス D に。仕事の人とあんな喧嘩することってあんねんよっていうぐらい大喧嘩。接客中に。おお。海行って、まあ、漁やって、うん、まあ、飯も食って、よい子ライブの稽古があったのに、稽古行ってきます言って。うん、行ってくる。いやいや、節約中ですから、ここ離れちゃダメですよって。いや、ダメも何も、でもライブあるって言ってたやんとかって。いや、でも、いや、でも節約中なんで、やっぱここ行ってくれな困りますよとかって。おお。いや、なかなかクレイジーなこと言ってるな。うん、行くからって言って、バーって出たのロケバスの運転手さんに、うん、築地までお願いしますって松竹の、うん、言ってたらガーって開いて、うん、ダメですよ行ったら、おうおう行く言うてんねん出してくださいって言ってダメです出さないでくださいって言って出してください。でももう勢いに負けて出たの車バーって、うん、車の中でまた戻ってください戻らへんの戻ってください戻らへんの言い合いになって、もう俺も頭に血のぼってあるのが待っとんねんとかって言うたらしいの。俺は覚えてないんだもう もうそうじゃなくてももうその2人の関係聞いてたら恋人同士や、うん、一万円生活とかやってるかもしれんけどな俺はコンビなんや言って、うん、じゃあ僕はどうすればいいんですか帰れやん、帰れやしかないやん。で俺も興奮して知るかっつってお前なんか知るかってドライバーさんどんな気分で運転してんやろもうやば、当時のマネージャーなんかもうこんなんやもんもう私いないことにしますみたいなちょうど高速乗り出して富美君が「じゃあ僕ここで降ります」って言って、うん、僕なんかもうここで降りますって言って溶け橋のドア開けようってバーンとかって走ってんのに走ってんのにガー開けて、おう、で俺もめっちゃ興奮してるから「降りろよ!」って降りてるよ降りてるよとかってもう気持ちはやめろやろ降りてるよって言いながらドアを閉めた言うてることとやってることは違うやつや、そうそうそう、閉めたと思える君が一回冷静になりましょうって言ってお前やそれでいろいろ話し合ってじゃあ僕考えますって、うんで、うん、もうこれで無人島ができて、じゃあ3日間は出て行かせないっていうのを作ったってことやそうや無人島連れてきゃええんやそしたらあの人ら帰られへんってそう考えられへんで、いやそのに言ったらそうやって喧嘩して生まれた企画をその男と今良い子が対決してるねんで、それがテレビ朝日の年末で放送されんねんで、すごいな、まあとろけるチーズの意地の張り合いやね。寝ぼけてるやんけ。寝ぼけてるやんけ。嘘やろ。こんなええ話の時に、うん、びっくりした。とろけるチーズの意地の張り合いって。なんやねん。俺とトムール君がか。とろけるチーズなんか。どういうことやねん。明け方完成したちねりまゆを茹で。煮込みに煮込みまくった魚介のスープをかけて優しいご飯をいただいていった。お茶漬け風にしましたよ。うん、まうまうま、うん、自然に感謝、地球に感謝、出会いに感謝。森脇さんもよう言うてたよその頃、着替えを終えたナス D はなんとまだ寝ずにここから料理作りなのだが、もうちょい火力上げたいんで釜をこっちに作りたい。料理の前にこれから寝ないでかまどを作る。とりあえず釜を作るぞ。おー、とりあえず釜を作るぞ。おー、いつ寝るのか失笑ですね。皆様もチャンネル登録の方寝ないでよろしくお願いします。Ha ha 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 ha!